ここに今2009年収穫 のマハラニ特選ヘナ、これ3時間ぐらい前に練ったものがあるんですけども、とってもいい香りです。このヘナの持つ、まあ、新鮮なねヘナの持つこのオリジナルな香りっていうのはとてもいいです。で、人によってですけども、ちょっとこの匂いが強いかなっていう方は確かにいますけども、基本的に自然志向の方にとってはこの匂いっていうのは非常に心地いいものなんです。で、今これ今は2009年の11月の頭です。これは2009年の9月収穫です。まだ新しいです。収穫されてまだ間がないので、もちろん収穫されて粉末化されてからどんどん時が経ちますと匂いが強くなってきます。これはそういうものなんですね。で、今の段階で収穫されてから2ヶ月ぐらい経ったものなんですけども、今の段階ではとても心地いい香りがしてます。これをね頭に乗せて、あーって感じ。ところがこれがですね、1年ぐらいまだ大丈夫です。2年ぐらいもだんだんちょっと匂いがね少しずつ強くなってくるんですよ。で、3年目ぐらいからだんだん匂いが強くなってきます。3年を超えますとかなりこのヘナの持つ匂いが増殖、持つ匂いが若干ちょっと強くなってくる、そういったことがありますので、もちろんね新しいヘナでもヘナの匂いが嫌い、ちょっと苦手な方がいますので、そういった場合にはこれにいろんなエッセンシャルオイルとかを入れます。ユーカリオイルってありますけども、これは発汗を促進しますので、カーッと瞬間的に頭がカーッとしてきますので染まりが良くなるんですよね。で、同時に匂いも抑えます。もちろんモティアロシアっていうオイルもいいです。匂いがとてもいいのでね、これは好みなんですけども、あとよく使われるオイルにイランイランオイル、あるいは染めを向上させてリラックスを誘うっていう意味ではカモミールオイル、いろんなオイルが入れられますんで、特に匂いが苦手な方はイランイランオイルがいいかもしれないですね。こういったものを足して塗りますと匂いがより気にならない。で、今の段階でこれ練ってますけどすごいいい香りなんですよ。ただし匂いが本当に、悪いヘナがあります。これね、よく皆さんからお便りいただいて、もうヘナが臭いって言われるんですけども、もうおかしいなと僕はね理解できなかったんですけども、最近その原因が分かりました。これはね牛糞入りなんですよ。牛糞がそのヘナ の葉に混ざったものが粉末化されて、それが実は特に2009年は不作でした。で、この年っていうのはヘナの量が少なくて、ヘナが高い農民にとってはね、ヘナの収穫量がもう激減した割にヘナの量が収穫量が減ってヘナの価格が上がったでしょう。だから少しでも重みをつけるためにいろんな細工をするんですよ。で、その中で最もよく使われるのの一つが牛糞。これは重みを出しますし、そのヘナの葉っぱがね重なってこう崩れて細かく粉になってるのも入ってるんですよ。で、それと区別がつかないんですね。だから牛糞入れる。で、これはねはっきりとわからないんですけど、時間が経つとね、収穫されても半年とか1年経ってくると発酵してくるんですよ。だからものすごく臭くなるので、牛糞入りのヘナを使うともう気持ち悪いね、信じられないぐらい。で、しかもだから特に今年2009年はこの牛糞にものすごい気を使いました。とにかく牛糞を混ぜてる、その混ぜてきますんでね、そういったものはもう全部却下。だからそれを牛糞を混ぜないた混ぜたヘナがを監督するために、正直言ってヘナの産地ソチャットに行ってたようなもんなんですよ、この牛糞を避けるために。まあそういったことでマハラニ特選ヘナは牛糞入ってません。とてもいい香り、とてもいい香りです。で、これを頭にのせる、これは最高ですよね。まあそんなことで、ぜひ今年も皆さんに新鮮でピュアな良いヘナをお届けしますので、ぜひ楽しんで
あの気持ちいい白髪染め、気持ちいい白あのヘアケアを楽しんでいただけたらというふうに思います。今ね、あのさっきあの練ったヘナで、あのヘナして今乾かしたんですけど、いや本当気持ちいい。あの2009年の特選ヘナ、あのねやっぱり匂いがものすごい少ないんですよ、まだ新しいから。あのちょっと前にね2008年のヘナでやったんですけども、だいぶちょっと匂いが強くなってきてるかななんて思ったんですよ。ところがこの2009年の今ヘナやってびっくり。もう本当にあのもちろんヘナのね爽快な香りありますよ、だけどもその非常にマイルド、ものすごいマイルド。だからあの洗い流した後もねもう匂わないんですよね、そのヘナの匂いっていうのは。ちょっと僕ね髪がこれは来ないんで嗅げないんだけども、そのここにいる限り頭からは何も匂ってこない、匂ってこないぐらいな感じで、非常とてもマイルドなんです。だからやっぱ新しいヘナっていうのはね、いろんな意味でもちろん香りがマイルド、これが一番まあ新しいヘナの特徴ですね。香りがそんあの匂いっていうか香りっていうか、それがそんなに強くないですので、非常にヘナタイムが快適です。ぜひ一度新しいヘナ の良さ、今年は2009年はいろんなその種類がちょっとあってね、ちょっと戸惑うかもしれませんけども、2009年のヘナにはオルビさん、それからオルビさんっていうのはオルビ村ですけども、オルビ村さん、それからオルビ村のハリラム農園のもの、それからスーパーファイン、オルビ村のスーパーファイン、それからラムチャンドラ、オルビ村のラムチャンドラさんのヘナ、それからもう一個石臼引き、こういった種類があります。これねどれも座って村とか産地とか人の名前出しているのは、それが品質がいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、きちっとそういうふうに一つ一つのヘナをその素性は知れてますよっていう意味で皆さんにそのお知らせするためにつけているだけで、品質はどれも非常に似てどれも良いものです。ぜひ新しい2009年のヘナを楽しんでいただけたらというふうに思います。